からいたの？いや、すいません。この人、道玄坂さん何にも言わないよ。道玄坂さん、ちょっと一言。地底人ラジオ。今週も、桜ヶ丘学長の一週間、ラジオセルフィーで、今が？今ですね、12月の、11日の10時40分頃なんですね。どうだったの、声のラジオインスタグラム、声のインスタグラム、声のツイッター、ラジオセルフィーは。一言でお伝えすると、大反響だったと思います。まあね、俺結果から言うとね、DSP ね、これはギャラクシー賞に応募した方がいい。なるほど、発明として。俺ね、DSP、ギャラクシー賞って知ってる？ギャラクシー賞自体が僕ちょっとあまり詳しく見てないんですけど。まだまだ駆け出しのペーペーやな。すいません、すいません。放送文化において、様々な貢献をしたであろう作品に対して、それはラジオとか、ドラマとか、そういったものすべてが対象になるんだけども、まあ、果たしてコミュニティ FM がその、ギャラクシー賞の対象になるのかってのはちょっとわかんないんだけどさ、これさ、あとさ、アングルどうなの？これでいいの？これだとDSP の声入んないんじゃないの？あ、でもこれぐらいの距離だったら。はい。で、今日は、多分、この1年365日、2017年1年365日の中で、ベスト5に入るであろう、A Hard Day's Night ですよ。そうですね。ハードな一日、Most Hard Working な一日ですよ。歌番組2本収録と、お正月特番2本収録ですよ。これはね、ブラックじゃない？真っ黒ですね。そんな俺たちのハードさ加減を知ってか知らずか、知らねえな、そ知らぬ顔して、おてんとさんがよ、俺たちを高校と照らしてるぜ。まためちゃめちゃ天気いいですもんね、今日も。そうなんだよ、今日天気いいんだよ。今日あれ、ジャパンバレじゃない？もしかして。ね。ジャパンバレですね。今日ジャパンバレでしょ？ジャパンバレですね。でしょ？はい。そうなんだよ。本日礼拝なんだよね。本日礼拝ですね。本日礼拝。晴れ、日本バレーだからレーバーでもいいのか。本日レーバーでもいいんだけど、なんか不思議なもんで、こう逆さ言葉にするとちっちゃいつは大きくなるんだよね。そうですね。でもならないものもある。ギロッポンみたいにちっちゃいままもあれば、日本を逆さまにするとポンニになるでしょ。はい、そうですね。それだと聞き取れないから、ポンニツになるんだよな。ポンニツ。レーハーだよな。そしてまたこのさ、この季節、イチョウがまあ色づいてね、イチョウの絨毯みたいになってるところもあるけど、はい、冬だね。冬ですね。また、一日死に近づいたね。たまに急にこう切なさが入ってくるんですよね。マサハルの半分は切なさでできてるから。そうですね、やっぱり綺麗なイルミネーションを見るだけで、あ、綺麗だなっていうことだけじゃなくて、そこによってこう震災の頃のと思い出される福山さんとか、落ち葉を見ると、あ、美しい紅葉だなっていう風に見るんじゃなくて、また命が一季節分縮まったなと思うという。だからそれ前も言ったと思うけど、僕は死を前提に、死という、致死率 100% なんですよ、人間はね。その死を
死という完結、まあ、それを人によってはゴールというかもしれないし、人によっては、終点終わりという人もいるかもしれないし、人によってはまた新たな始まりと、はい、まあ、輪廻的なことを言うとね、いろんな解釈あるけど、まあ少なからず人類は平等ですよ。必ず死ぬんだもん。そう、そこに対してこうどれぐらいこう意識して生きてるか生きてないかっていうと、僕はやっぱりね、確実にそれは意識して生きてるんですよ、はい、いや決してあの重たい話でも何でもないですよ、はい、やっぱちっちゃい頃からさ、家で葬式出してたから、田舎だから、はい、でそれ見てると、あ、人死ぬんだな人はっていうのをちっちゃい頃から目の当たりにするから、でまあ父親がこう17の時に死んだっていうのが、まあそれをより明確にしてんだけど、はい、だからなんかこう、わかんないよ、今波さんはね、福野ラジオの今波さんはあの人の死も見てきてるかもしれないけど、なんであんなに終わりを考えないでおキャッポーキャッポーできるのかが俺不思議なのそうですね、逆に不思議ウキャッポーですもんね、今波さん。死なないとでも思ってんのかねもうこの前もでも日本の平均寿命が上がったらアキリとおっしゃってましたからね。そこに自分が入ってると思ってるでしょそうですね、入ってる前提だもんね、あの人ね揺るぎなくあの信じられてましたね。 DSP どうなの？ DSP は過去を振り返った時に楽しかった思い出としんどかった思い出とどっち先に思い出すの？これDSP はですね、もう割と根はネガティブな方なので、いや、I know。ほとんど辛かった思い出を多分自分の原動力に生きてるんだと思います。まあ軽く DSP の略歴を紹介しておくと、アミューズに入る前はどこだっけ？大学。大学はですね、関西の立命館大学。でしかもあれでしょ、大学院も行ったんでしょ？大学院まで行きましたね。お勉強できようじゃん。いやいや全然ですよ、もう親のすねをかじってただけです。かじれるすねがあるだけええやないかい。そうですね、いやそうなんですよ、いや本当にそこは感謝してますね。で、勉強できる賢い子で、でアミズ入ったんだけど、自分の立ち位置を見失い苦悩し、一度実家に帰ったんだよね。そうですね、帰りました ね、 ね、はい、で実家に帰ってもう一回会社に復帰するっていう時に我がチームに入ってきたんだよね。そうなんです、もうある日人事の方から電話がかかってきて、うん、福山さんチームのスタッフが足りてないんでどうかっていう。あのさ、その人事、誰やこいつ、なんだ、ブラジルにガリンポってあるんだけど、はい、金鉱山がね、はい、ガリンポそこで働く人間たちや、そこで一山当てようという人はガリンペロって言うんだけど、はい、非常に過酷な環境なわけよ、はい、いつも人手が足りない、はい、人手足りないんだけどやるかっていう風に、だいたいこう山っ気があるやつか、ちょっと弱ってる人に声かけたりこれって聞いたことあるよ。まあそれとね、例えを一緒にするっていうのはちょっと違うんだけど、でも休んでる人にアミューズ一過酷と言われるこのハードスケジュールの現場に人が足りてないんだけど来ないかっていうのは、なんかさ、はい、ブラジルに行って金山で働いてみないかみたいなちょっとうまいたというか見つからんなってどう思ったの？さあそれがですね、僕もともと新入社員で、その研修期間が終わると自分の希望を聞かれるんですよ、会社側から。 その時に僕、福山さんの現場に行きたいですって言ってたんです。おあ、それで連絡来たんだ。ちょっと待って、鼻かんでた。で、行きたいですって言ってたんですけど、うん、その時期はまだいろんなことが回ってた時期というか、ちゃんとスタッフが足りてた時期だったので、ちょっと待って。
のさまだ人が生きてた時期みたいな。なんですけどね、あのちょっとブロス TV とかこうはいろんなことがまた始まる時期だったので人が必要だっていうふうには僕は聞いてたんですけど、うん、で それをまあ電話でかかってきて、僕はこれは運命だなと思って、うん、もう絶対に東京に戻ってあのフィアンさんの現場で頑張ろうって思いましたね。そう、じゃあそのうちの現場でっていう話がなかったら、もしかしたらそのまま、香川だっけ、香川ですね、香川にもう戻って香川で就職してっていうことも選択肢としてはあった。いやー、もしかしたらあったかもしれないですね。もしくは大阪とか。そうですね。なんかその頃はあんまり未来のことは考えずに、いろいろこう肩の力を抜くというか、なんかそういう時期だったんですけど。まあ心を休める時期だからね。そうですね。でも確かにそれがなかったら、もしかしたらそうですね、もう今いないかもしれないですね、アミューズに。まあちょっと話はだいぶ横道にそれたんだけど、すなわちその僕が言いたいのは、暗いと言われる過去を振り返った時にネガティブな思い出が多いとか、だいたい基本マイナスなことを考えるとかっていう人を総称して暗いと言うじゃないですか。はい、ズバリ言ってもいいですか。暗い人はね、いっぱいいます。はい、もちろん明るい人もいるよ、今並さんみたいにね、7-3 ぐらいの割合みたいだね、俺の統計では、俺のラジオ的統計では、あの3が明るい人ね、はい、7が大体暗いこと考えてる、はい、暗いことっていうかネガティブなこと考えてる人。でもよく考えてごらん、どんなドラマだって、どんな小説だって、どんな音楽だって7割ぐらいは暗い話ですよ。そうですよね。うん。情熱大陸だって7割ぐらいしんどい話で、残り3割がイエイみたいな、はい、うまくいったみたいな、はい、ドキュメンタリーだって大体そうでしょ、はい、ネガティブな話の方が共感する。これはどういうことか、ネガティブな人が多いからですよ、ネガティブマジョリティ論ですよ。はい、すごくわかりますね。だからエンターテインメントは暗くあるべきなんです。ネガティブであるべきなんですよ、はい、うん、何が言いたいかというと DSP はとてもエンターテインメントに向いているよという話です。 ありがとうございます。そうです、あ、そう考えられるとちょっと自分がネガティブだなと思いすぎると、うん、あのこれ本当に自分いいのかなって思ったりとか、うん、こうなんていうか人と接していて、うん、どっか黒い自分がいるんですよね。こう表向きな顔の自分と、うん、こう裏ではものすごくこう腹黒いことを考えてしまってる自分っていうのが、まあ、うん、ある年を境になんですけど、こう出てくるようになってきていて、はい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 、その自分とどうこう向き合っていけばいいのかっていうところは、まあ、ずっと悩んではいるんですけど、俺いつもラジオで言ってるじゃん。だから、はい、俺なんかもう邪悪極まりないから、はい邪悪とかネガティブは人と接だから、邪悪な精神、ネガティブな精神を持ってる人が人と人と付き合っていくために、その間にエンタメっていうツールがあるんですよ、はいはい、それを使うことによって共通言語を持てたり、相殺できたりとか、うん、はい、だってさ、あのなんだ、ものすごいこう悪い人の話とか結構ヒットしたりするじゃん、映画とか小説でもさ。そうですよね。うん。はい、この間の3度目の殺人だったらミスミ、はい、役者さん演じるね、はい。あれ実際にいたらざけんなって話だけど、はい、エンターテインメントっていう媒体に存在したら助演女優賞とかいっぱい取るわけですよ。うん、はい。だから DSP は黒かろうが邪悪だろうがブラックだろうがネガティブだろうが、それを今やってる仕事のエンターテインメントにどん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 それを放り投げて、あのそのエンターテインメントって箱の中に全部放り投げちゃえばいいんですよ。いや、ありがとうございます。そうですね、それをでもこうネガティブからがあるからポジティブを
生んでいかないといけないんだなっていう、その今この仕事についてることの使命感にこう変えていきたいなと思いますね。うん、それを。だそれはね、あのネガの中にもネガメジャーとネガマイナーっていうのがあるから、ネガメジャーとネガマイナーがある、あるんですよ、はい、今 DSP が言ったのはネガメジャー精神です。ははははポジに変換していくって、はいはい、ネガマイナーのタイプはネガのまま表現するんですよ。あー、なるほど。あ、うん、だから DSP はアミューズに向いてるんだと思うんですよ。あー、うちの会社のメジャー会社だから基本的にポップ、マジョリティ寄りに表現していくタイプの会社だから、はいはい、引き続きアミューズで頑張っていきたいなと思いますね。ごめんごめん、俺ずっと思ってたけど言葉にしてなかったよ、ごめんね DSP。 いやいやいや、愛してるよチュナワイウーイエー、あれウエじゃないなワンオクロック、あ、そうそうそうじゃあもうほら現場に着いちゃうからタイトルコール、はい、じゃあ行きますよ。福山雅治と DSP の地底人ラジオ。いやー、3回目やらせていただいてるんですけど、あの変わらずやっぱり嬉しいこれは。じゃあまず1曲目聴いてもらおうかな。ワンオクロックで Wherever You Are。地底人ラジオはダンロップの提供でお送りします。おはようございます。おはようございます、よろしくお願いいたします。すいません、わざわざこんなところで。いやいやいや、 あ、これは何ですか。マイクを急に突きつけられましたけども、はい、これはですね、はい、地底人ラジオという渋谷のコミュニティ FM で、はい、ものすごく細々とやってるラジオ番組の制作費がないため自分で回してるという。福山さん、これマイク持ってるこれ音声が乗るってことですか。これはそうです、なのでご出演いただくことになるんですけども。はい、わかりました。すみません、自己紹介をラジオネームと、お願いできますか。あとセクションと、何をしてるかで言いますと、はい、番組の制作を担当しておりまして、はい、じゃあラジオネームはピョコタンでお願いいたします、はい、なんでピョコタンなんですか。いや、こういうのって本人と気づかれないものの方がいいのかなとか、そうですね、ギャップですとか。そうですね、ピョコタンと呼んでいただける。ピョコタンは何歳なんですか。45になります。あ、45、もうだって45で、テレビ局の制作にいるってことも相当もうトップ中のトップですよ。いや、そんなことはないんです。上には上がいっぱいおりますし、テレビ局プロデューサーっていうともうね、一般的なそのこのラジオを聞いてるリスナーですね、聞きたいこといっぱいあると思いますよ。まず、すいません、すいません、あ、すいません、あ、すいません、4階に着きましたけど、4階にエレベーター乗って4階に着きました。まずテレビ局のプロデューサーというのは年収いくらぐらいかなちょっと待ってください。あれ、そこ行きますか。ピョコタンの年収行きますか。だってピョコタンなんで大丈夫じゃないですかね。これ具体的にそのはっきりは言わなくていいです。じゃあ、はい、もう学園についちゃうけどおはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、じゃあ年収はちょっと言いにくいんで、まあ、そうですね、あとはまあテレビ局のプロデューサーっていうのは枕営業って本当にあるのかそれ知りたいですか。知りたいですよ。噂ってどうなんですか。噂ってありますよ、ね、噂はありますよね。噂はありますよね。内緒のマンションの一室でとか、えそれ聞いたことない、新しい情報ですね。あ、そうですか。はい、内緒。それ聞いたことない。ないですか。ないです。噂ですよ。え、ちょっと、え、アミズさんアミズさん、枕営業とかしたことあるんですか。ないです。我々はない。明確に言うと。すいません、すいません。じゃあ、噂でしか。噂、はい、すいません。はい。ちょっとじゃあ、本日もよろしくお願いします。こちらこそ。また後でお話を伺いたいと思います。わかりました。よろしくお願いします。中丁はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあですね、
11時10分ですね。今日もあのスタイリスト、スーパースタイリストのスーパーピロちゃんがおはようございます。おはようございます。おはようございます。今日も元気なスーパーピロちゃんが、はい、ありがとうございますどんな感じだよろしいでしょうか。黒でもいいし黒市でもいいし、あ、でもセットが黒かったですよ。はい、白入ってた方がいいし。もう組み上がってんの？今ちょうど作ってます。ジャケットはね、あっちにした方がいいかも。この後のスペシャルの方に。これか、無地もちょうだい。白、白で。ちょっと、DSP はベルト外すから、ベルト外すから。そう、ちょっとベルト。ジッパー下ろすから、ジッパー下ろすから。この脱ぐ音。ジーンズを激しく脱ぎ捨てて放り投げた時の音。もう待ちきれなくて、次の衣装を着るのを待ちきれなくて。あ、これ。危ないね。はい、衣装ブラックデニムに履き替えた時のジッパーの音。ああ、そんな履き方しないよねそんな履き方しない。ちょっと結構カジュアルにしちゃうかも。でも暗いんでこれぐらい行ってもいいかもしれない。これ、うん、これでちょっとブルーデニムに履き替える時の音をちょっと撮ったよ、はい、ちょっとディスピーからこう。もう待ちきれなくて、ブルーデニムが待ちきれなくて待ちきれなくて急いで脱いでる時のこれが別にこれは 性的な表現じゃないよ。ブルーデニムが履きたくて待ちきれなくて、え、この色じゃない方がいいんじゃないですかね。このさっきの濃い色が待ちきれなくてデニムを投げ捨てる。これ色が待ちきれないってどういうのか。これも黒くて細いのどうですか。黒くて、濃くて細い。これですね。濃くて細くてダメージこれですね、うん、はい、はい、後ろにタグがついてます。危ないです。後ろのタグは硬いんで。履きたくて待ちきれなくて、濃いデニムを履きたくて待ちきれなくて急いでる時の音急いで履きすぎてデニムの中でパンツが全部ずり上がってマシャのマシャがはみ出しそうになってる時の音ロイクーナツーブは白ライン。あ、それね。真っ黒でもいいですけどね、うん、これにしましょうか。これいいと思います。はい、よいしょ。じゃあジャージに、楽なジャージに着替えたくてたまらない、待ちきれない時に激しく脱ぎ捨てたデニムの音楽なジャージに着替える音Tシャツを脱いで素肌にジャージを、楽ちんになりたくて、楽ちんが待ちきれなくて急いで閉めるジッパーの音楽になった、楽になったよ。じゃあヘアメイクかな。よろしくお願いします。あれ、ちょっと下皮をね、です、下皮理想下皮理想しといた方がいいでしょ。理想ですね、うん
今日は濃いね。男らしいね、これ下品の男が。これじゃあ最後に顎いくよ、最後に。ほらほらほら、お前ここほら、たまにはぐれひげの剃り残しあるでしょ。気をつけないとね。はい、お待たせしました。はい、お願いします。よいしょ。でも本当にあの音フェチなリスナーの方が多くて、うん、あの男らしい感じが皆さん好きみたいですね。なるほどね。まあ何とも思ってないことが萌えにつながるんですね。そうですよね。そこかと思いましたよね。じゃあ多分このひげ剃ってんのとか別に聞きたくないんじゃない。いやこれはでも分かんないですね。またやってみないとね。やってみないと、ま、じゃあちょっとちょっと前に来ていいですか。はい、散髪お願いします。はい、よいしょ。もっと短いです。だいぶ伸びたんですよ。伸びたんですよ。だいたいスタジオ入ってレコーディングしてたりとかリハーサルしてると髪すごい伸びるんですよ。でもそれあるみたいですね。やっぱね、頭使ってどうなんですか。いや、頭使ってる時っていうか髪伸びますね。ああ。とかよく言うけど、寝てない時とかは結構伸びるって言いますよね。起きてる時間が長い。確かにヒゲって一日長く働いてると伸びてますよね。あ、そうですよね。うん、それは実感としてもあります。やっぱもともと毛っていうのは皮膚を守るためにできてるから、疲れてくると守ろうとするんじゃないですか。そういうことですよね、多分ね。あ、ちょっと軽くなりましたね、だいぶ。今日は4本の番組の収録ですからね。いまだかつてないんじゃないですかね、4本撮るって。テレビスターかっていうぐらいですよ。いや、テレビスターじゃないからさ、俺さ、もともと、ラジオスターだから、はい、ラジオめちゃくちゃ撮ったことあるけど、テレビこんなにいっぱい撮るの、俺初めてだよ、多分。そうですよね。うん。4タイプ。まあ、じゃあちょっと、合間に後で、ツイッターしよっか。ね、ツイッター、質疑応答しよっか、後で。はい。はい。今13時ちょうどです。よろしくお願いします。お願いします。早速リエさんから急に来た、ね、本番に向かうまでの足音を取ってくださいっていうのが来てるんで、本番、まあ、今リハだけどね。リハさんに、まあ、じゃあ足音から。エレベーターを待ってる女性社員の方がものすごいいぶかしい顔で見てたよ。あの人足音とか取らせてんだみたいな。そこであの足音にかぶってくる BGM はもちろん龍馬伝のオープニングだな。こっちも聞こえる。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これは今何が向かって私に。ですね。これ今これですね、渋谷のコミュニティ FM というですね、大変細々とやってるラジオ局がありまして。よろしくお願いします。これ FM じゃあ流れてるってことですね、これで。収録でございますので、ただしやっぱりこの、
細々とやってるコミュニティラジオ特有の自由すぎる放送というものを心がけておりますので、あのラジオネームで、匿名で構いませんのでご紹介、あと何をやってるのかというかお願いできますでしょうか。プロデューサーという肩書きで、はい、やっております。ラジオネームしんちゃんでございます。しんちゃんいいですね。ラジオネームいいですね人生で初めてしんちゃんという言葉を口にしましたがいくつかあの質問をしてもよろしいでしょうか。はい、テレビ局、取材受けてます。テレビ局にお勤めになってもう何年なんですか。今25年ぐらいになりますね。ああ25年ってことはもう47、8ですね。47、はい、47歳になる。同世代ですね。 ありがとうございます。どうですか、あの体調はどうですか。もう結構ガサがきてますやっぱりあの、はい、ラジオリスナーが聞きたいことっていうのはもう大体決まってると思うんですよね。テレビ局のプロデューサーさんに聞きたいことっていうのは決まってますか。年収ってどれぐらい年収は、あのはっきり言わなくていいですよ皆さんの、僕の年収に多分興味ないと思うんですけど、はい、やっぱり皆さんのね。いやこれがねアミューズさんはね決して高くはないんですよ。そうなんです。まあでもある瞬間からちょっと高くなるらしいんですけども、はい、急に上がるんですね。ちなみに今こうアミューズの、あれマグナムは今役職なんでしたっけ。今あのよくわからないエグゼクティブプロデューサーっていうEP ね。あ EP DSP の直属の上司が EP EP マグナムでしょ同じです。僕も EP っていう方々も、ああEP しんちゃんなんですか。 EP しんちゃんなんですよ僕も時々番組によって EP っていう。でユニバーサルのなんか役職なんかあんの。本部長。本部長っていうのはなんかそのアルファベットで訳したりするの。ほらよくなんか CEO とか CFO CCO のなんか本部長です。みんな本部長って呼んでるんですか、あの彼女のこと。そうですね、本部長って呼んでないでしょ。でも私もエグゼクティブ、うん、エグゼクティブってつけとくの。何ちょっと見せてみまして。エグゼクティブジェネラルどうしたこうしたになってます。エグゼクティブジェネラルどうしたこうしたって、エグゼクティブジェネラルまで読んだらさエグゼクティブジェネラルマネージャーって書いてあるじゃない。でとりあえずみんなエグゼクティブがついてるということはいい関係です。おかげさまで。いい女いい男の集合ですよね。ありがとうございます。これ僕の予測で独断と偏見で誰が一番年収高いか当ててもいいですか。多分本部長だと思います。ですね。いやテレビ局にはいや本部長多分会社の中で多分3番手ぐらいなんですよきっと。だったらだいぶ上ですよね。僕ら組織的にやっぱこう上も死ぬほどいるんで。あと局によって結構差がありますよね、あの日経とか読んでるとね。そうですね。うちは残念ながらこれ放送載っちゃいますからこれまあでも公表されてますもんね結局ね。まあ、そうですね、そうですね。すいません、あのお金の話はちょっとじゃあもうやめま す, です、ね、じゃあだ もう一個だけ、もう一個だけいいですか。音楽番組のプロデューサーの方って、はい、もうこれもね、もうあの聞きたいことは大体リスナーと決まってるんですよ。音楽番組のプロデューサーって、はい、枕営業とかってあるんですかね。全く僕も本当に枕営業どころかもうちょっとなんかあるのかなって、ね、東京出てきた25年前は思ってたんです、うんうん、なんかこうこういうのとか。そうですそうですそうです。そういうの少しはあんのかなって。そうで、ごめんごめん俺そういうの受け取らないからとか言いたい。そう僕もそのイメージなんですよ、はい、ですよね。いや俺そういうことはできないタイプだからさ。ですよね。言いたい俺いいの取れたね今日あ、ま、もしまたね何かあればすいません。なんかもうお邪魔しました。すいません。ありがとうございます。じゃああの本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、もうなんかいやいいの取れたな。おにぎりの具何が好きかアンケートを取ってみるいいですね。俺ね、いやそれないでしょっていうこと言う人いんのよこれやると。ちなみにまず僕から言うと、僕は一番ナンバーワンをね、ナンバーワン皆さん言ってくださいね、はい、僕はやっぱり明太子なんですよ僕は。うーん、
はい、ちょっと皆さんナンバーワンちょっとお一人ずつ。すみません、準備できた。すみません。いやいや、ちょっと歩きながらでもちょっと聞きましょうよ。ちなみに今時刻は13時45分ですね。うん。プロデューサーピロちゃんは、はい、好きなおにぎりの具って何ですか？おにぎりの具、はい、一番好きなやつですよ。何でしょうね。いくら？わかるわかる。それは僕も同じで方向で、僕は明太子なんで。ああ、まあそうですよね。やっぱ魚卵系は、魚卵系好きな。おにぎりの中に入ってる。はい、そうなんですよ。非常に。好きなおにぎりの具を教えてください。梅です。おー、意外。意外ですね。だって梅って家にあるものだから、なんか買ってるものに入ってんだって。なんかね、EP マグラムは僕日高昆布です。意外。あのね、そうだね、俺ねいつも意外に思うのが、おにぎりの好きな具を昆布っていう人意外だと思うな。なんか昆布って家にあるもんだっていう。明太子マヨネーズと日高昆布みたいな、絶対日高昆布は買うと思う、ね、2個目に食べたいです。これ、ね、昆布好きの人いるのよ。プロンプターのさきちゃんは好きなおにぎりの具何なの？鮭です。これはわかる、これはわかる。あ、じゃあちょっと行ってきますね、ちょっとね。はい、よろしくお願いします。3回できたい本番収録になります。では参ります。5秒前、4、3、2、これから学長は2本目の番組収録に入ります。今時刻15時11分です。15時11分。ほう、分刻みの。今ちょっと待機中というか現場で待ってんだよね。はい、うん、どうなの、ツイッターで皆さんに呼び込んじゃってるでしょ。はい、たくさん来てますね。うん、まずですね、おにぎりの具に関して、はいはいはい、たくさん来てます。うん、ちょっと呼び上げていきます、ね、皆さん割とバラバラなんですけど、うん、いきますね。まずプリンさんは昆布。昆布ってね結構いるんですよ、ある一定の層が。昆布派っていうのは、昔はちょっと名前はだったらしいですね。はい、ですね。次、みーちゃんさんは、16穀米に自家製小梅漬けのおにぎり。自分で作る場合でしょ。僕が聞いてるのは、今回聞かせていただいたのはあれなんですよ。コンビニエンス、ごめんなさいね。コンビニおにぎり。で、どんどんいきます。で、ゆかりんさんはですね、蜂蜜漬けの紀州。甘いのいくんだ。コンビニありますよね。次、マシャモモさんは昆布です。昆布派多いな。ちょっと待って、じゃあメンバーの皆さんに聞いてくるわ、はい、お話し中すいません、なんかちょっとアキラさんと大倉さんも知ってるんですけど、はい、地デジラジオっていうですね、はい、渋谷のコミュニティ FM で細々とやってるラジオがありまして、はい、これ全く制作費がないので僕自分で回してるんですけども、いいですね、好きなコンビニおにぎりの具を聞いてるんですけど。僕ね、グドラムの山木さんは何が好きなんですか？僕ね、コンビニおにぎりはね、僕ね、具なしのね、塩むすび。お渋いっすね。あれね、塩むすびはね、グッとくるんですよ。それとね、お赤飯のね、おにぎり。あ、赤飯好き。ね、え、大木さんちなみに何なんですか？僕もお赤飯結構いいかもね。赤飯派。小倉さんは？僕はですね、やっぱり魚卵派ですね。しかもどっちかって言ったら焼きたらこ、焼いてる。ああ、焼きで。会長は好きなおにぎりの具って何なんですか？コンビニおにぎりの具って。ベース高見さんですけど。ああ、カツオですね。地味です。おかかがです。ありがとうございます。結構いろんなタイプがいるんだよね。ちょっと今チャック開いてたじゃない。ちょっとやばいよ。いや、これ危なかったです。これ
もしかして1本目の時からずっと履いてたんじゃないの。あ、でも着替えたからシャツを、もしかしたら1本目履いてたかもしれないよこれ。それどの番組か当ててもらった方がいいね。どれが履いてたか、履いてたかもしれない。今 何分、今ですね15時42分、うん、今あのランスルー前の待機中だよね。はい、はい、ちょっと質問いくつか読ます、ね。うん、この番組にまつわることも来てる、ね、この状態を道玄坂さんちょっと写真撮っとかないと、はい、番組にまつわる、今日の収録にまつわる質問も来てるので、はい、じゃあいきますね。ギュッギュッとですね、本日の収録は音楽番組ですか、例えば新曲を歌うとして番組によって衣装とかセットの雰囲気、喉のコンディションで歌い方が少し変わったりすることってあるんでしょうか。はい、音楽番組の収録で、通常放送の分と、クリスマススペシャルというこの特番の2つを、でそうですね、歌い方はまあ各番組によってモニターさんが違うんですよ。だからそこと毎回一からの顔合わせになる場合が多いので、リハーサルの時に昔はその割とざっくりと高音だとか低音だとかと言ってたんですけど、最近はあの帯域で言うようにしてるんですよ。何キロヘルツぐらいを上げてくださいとか、何ヘルツぐらいを下げてくださいとかっていう。だいたいね、僕の声がね、あの500とか、低いところ帯域が、はい、あと250とか、あの辺をちょっとカットした方がいいんですよ。んで、あとは 1K とか、1kHz とか 2kHz ぐらいのところをちょっと持ち上げてもらうと聞き取りやすくなるんですよ、モニター上。んだ、それをだいたいもう具体的に言った方が伝わりやすいんで、そういう伝え方をしてますね。うん、でもそうやってご自身の声を数値的に技術のスタッフとやり取りされてるアーティストってどれぐらいいらっしゃるんですかね。どうなんだろうね。俺ほらあのくぐもってるから声が、はい、あのちょっとねそれは伝えなきゃ分かりにくいとこなんで、うん、女性なんかはね割とこうキンキンしてたりするんで、そんなに細かくやんなくても聞こえるっていうとこあると思うんだけど、あとそれこそビズの稲葉さんなんかは割とどうなんだろうな、ハイトーンなのでモニター決まりやすいんじゃないかなと俺勝手に思ってんだけど、俺みたいな声は本当に扱いにくいと思うよ、うん、だからまあ具体的に言うようにしてるんだけど。優子さんからの質問でした、うん、はい、また音楽番組周りでこれもちょっといい、まゆみんさんから、福山学長マシャお疲れ様です。お疲れ様です。マシャに質問です。歌番組で新しい曲ともう1曲など2曲歌うんですね、時って楽曲はどうやって決めているんですか、気になります、よろしくお願いします。基本はあの番組さんサイドのリクエストです、こちらがやりたいというよりは。で候補曲を挙げていただいてその中から選んでいくっていう感じ。もうえなんすか。もう間もなくなので、ちなみにあのラジオネーム言ってもらってもいいですか。ラジオネームですか。あ、じゃあ青生地と言います。ん、青生地。ラジオネーム、はい、青生地でお願いします。どちらの方なんですか。あの、まあ、制作会社でこちらで、はい、音楽系の番組の制作会社で。はい、そうなんです。音楽系制作会社のね、チーフの人に聞きたいことって言ったらもう一個しかないよね。そうですね。年収ってどれぐらいなんですか。言わなくていいですか。まああとはもう一個ね。そうですね。もう一個ぐらいしか、あの質問で、はい、枕営業ってあるんですか。あ、これ答えです。
あれなんだこれは。どうなんですか。いや、ないです。あ、ない。あ、びっくりした。じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ただいま16時25分です。これから2番組目本番です。何人の方がいらっしゃってる。250名弱です。おう、ありがたいね。あ、いいですよ。はい、お待たせしました。では間もなく登場になります。お願いします。間で来てくださいね。はい、途中で了解です。はい、腹筋お願いします。はい、はい、いいよ。時刻がですね、17時17分です、うん、これからまたやっと前半戦終了なんで。お疲れ様でした。まだまだこれからありますよ。あと2番組ですね。本当ですよ。こんなの私の活動史上初のカロリーの高さですよこれ。はい、ちょっといろんな質問も来てるんですけど、モナリザさんから、うん、マシャ学長お疲れ様です。ハードな収録ですね。喉大丈夫ですか、うん、マシャ学長に質問いたします。もし1ヶ月のお休みがあったら一番に何をしたいですか。忙しい中セルフィーもありがとうございます。もうこれ決まってて、まず一週間ぐらいは休めます。はい。心身ともにね。はい。で、残り三週間を使って、はい。ビルドアップします、肉体を。はい。もうすっごい体になります。週に5日トレーニングするっていうやつ。残り三週間はね。やっぱりその瞬間が一番こう休んでるっていう感じなんですか。お休みの使い方っていうのは一番。いや、休みなんてものはね、僕いらないんですよね、はい、ちゃんと寝る日があればよくて、はい、なので最初の1週間はもうベターっと休んで、はい、回復させて、まあ、本当はね週に1回ちゃんと休みがあればいいんだけど、はい、で肉体を休めてまたっていう感じがいいんだけど、はい、まあ、なかなかそうもいかないと。なので、なんか1ヶ月あったらそういうプログラムですね。ありがとうございます。じゃもう一つぐらい。はい。ASST さんからです。多分今日のメイクの写真も見られてたと思うんですけど、足が細くて長い福山さんはいつも足を X にしてクロスして座っていることが多いですね。股を広げる方、足を組んで座る方もいますが、足が長いなりに思うことがあっての座り方でしょうか。ちなみに私は福山さんのクロス座りは大好きです。ズバリ言ってもいい？膝から下が長すぎてあれじゃないと収まらないのよ。本当はねクロスしたくないんだけども、はい、普通に組まずに並べてる、揃えてると、はい、すごくこう体、下半身がこう鋭角的にこう膝が上に上がってきちゃうのよ。はい。かといって女性みたいにこう斜めに流すのも変じゃん。そうですね。だからあの形になっちゃったんだよね。ありがとうございます。まあ、ちょっとツイッターの方にもですね、喉を休めてくださいという声がたくさん届いて、そりゃそうですよ、もうこれも24
4時間マラソンみたいな状態ですからね。ちょっと休みますよ。後ほど。また。19時20分。これ測りますか？あ、そうだ。一回皆さんじゃあちょっと出てもらって。はい、今日ね、どんな、これノーパンじゃないとダメなんですよ。ちょっと僕の小僧、生まれたての小僧をちょっと皆さんに見せるわけにはいかないので、ちょっと一瞬お外に。はい。デンスケだけ置いときます。デンスケだけ置いとく。置いときます。じゃあデンスケちょっと君ここにいなさいって。俺の生着替え、ノーパン生着替えをじゃあ。じゃあデンスケ。はい。よいしょ。これ膝が破れてるから。膝が破れてるから履くときにその膝のところから足が出るんだよね。どうぞ。どうぞ。はい。どうですか？いやもうパンツ履いてないですもう。あ。大丈夫じゃないですか。はい。わかりました。ちょっとこれからキャストの方が多い方、番組の。どうかな？見えない。はい。現場は。あ、ちょっとターギーが、ターギーが内野部、ターギーが内野部です。あ、そうだ。ああ、パコンパコン言うんだね。気をつけないとね、これ。くっときますか先に。一緒に終わり。この時間からまあお酒飲む仕事、お酒飲む仕事なんでまだ気が楽ですよね。三本目ですね。そうですね。3本目と4本目は、お酒をひたすら飲み続けるっていう。まあ、飲まなくてもいいんだけど、あると飲んじゃうよね。はい、21時55分頃ですね。うん、まあ。とりあえず1本目が終わって、これから2本目でね。はい。まあ、2時間で取り切れればいいけど、どうかな。そうですね。でもこんな遅い時間に皆さんお越しいただいて申し訳ないよね。そうですね。この時間間ですからね。こんなメンバーがね、はい、お揃いになることはなかなかない。こんな遅い時間に申し訳ないですよね。だから次からはもっと早い時間にできるようになんか組んだ方がいいよね。そうですね。ああ、ちょっとね、私喉のケアをねしなきゃいけないから、まあ、とりあえず後ほどまた。じゃあアベマラジオの皆さんね、お聞きの皆さんここまでで、この後は渋谷のラジオの方で指定人ラジオ引き続きオンエアいたします。よろしくどうぞ。25時っていう表記は正確に表記できてるの？俺たちのこの状態を。こんな、あ、あ、そうですね。あ、皆さん。俺の、俺の、おっ、じゃあ、出つけだけまた。マシャのマシャが見えちゃう。よいしょ。じゃあ皆さんを呼びに行きましょうか。
マシャのマシャが見えないようにね、着替えが終わったんで終わりました。はい、ちょっとリリーさん、僕もこんななんか地底人ラジオっていうのの収録を今させられてるんですけど、しましょうしましょうこの間ものすごい前向きですね。この間飯を食ってたのになんか地底人ラジオに行くんでって言われて、あで置いてけぼりでこの人一人でいなくなったの。もう出してるのに、いや俺地底人ラジオ行くんだなんで俺らを出してくれないの。本当ですよね。いやあんな無粋なことありますか。本当ですよ。いや僕もね、そういつもねアミューズに言ってるんですよ、君たち無粋だよと。すみません、あのちょっと僕からラジオに行きます。こんな失礼な、俺らも出たいって言ったんですよいやあの俺らじゃないです、俺ですよね。そう俺すみません、なんかもうラジオにも用ねえ、一人で帰ってちょっとねえ、ちょっと DSP、はい、リーさん出たいっつってんのよ。とにかく出たいのに。柳井の仕事はしたくないけど、福山君の仕事はしたいよここは絶対使った方がいい、ここはじゃあ正式な形で、うん、じゃあちょっと次回お願いしてもいいですか。いや、このメディアに正式ってあるんですか柳井が正式ではないの。いやいや、ありますあります、あるんです、ありますあります。あのちゃんとした仕事は事務所にオファーしないけど、ちゃんとしてないものは後から言えば誰も聞いてないよって言えばいいんだからあのギャラが本当に出ないんですけど、いいんですか。地底人ラジオは福山君の中のやっぱあのインディペンデントじゃないですか。そうですそうです。僕は福山君はインディーズになったことがないから。初めてインディーズ化したんですよ。だからインディーズっていうのは基本的にギャラをもらうっていう方式を誰も知らないわけですよ。うん、俺なんか今まで下北の名優さんとか本当になんかいろんなあの役者とかのチラシを何枚書いて1円ももらってないかって。これ今フジテレビさんの漫画スタジオの廊下ででかい声で喋ってますからね、これね俺地底人ラジオの漫画を書いてんのに呼んでもらえてない。いや取材をしたいって常に言ってるじゃないですか。取材してるのに地底人ラジオに呼んでくれないんですよ。それは君なの担当は。あのさ、俺思うんだけど、リリさんの窓口ってアミューズ的にはじゃない。そうです、そうですよね、うん、常にあの君と直でやってるのに君はちょっとあのリリーさんにはちょっとトゥーマッチかなみたいなあるんでしょうね。おい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 、でもラフなんであの来たら来れたら来ればいいんじゃないですか。ちょっとちょっとバレてんじゃないこれ。いや君が一番僕は仲いいと思ってたんですよ、リリーさん。そうです。そして君の方が距離を置いてるんですね。そうなんですよ。何なの君。でもほら一回さ、なんかあったじゃない、なんかこう本当アミューズやめて公務員になりたいとか言ってる。よく覚えてますだから、ね、よく覚えてますね。彼らの中の逡巡があるんでしょうね、なんかやっぱこう。あ、そうですね、うん、組織でいるべきか個人でいるべきかみたいな、そういうことですよね、うん、バレてるよ、うん、ちょっと俺もアミューズなんかの派としてはやっぱ立ち行かなくなってきてる。そうですよねちょっと、うん、今後変えてそれ、うん、すみません、ちょっともう遅くまでありがとうございました。いやいや、もう本当思いのほか遅くなりましたね。そうなんですよ、そうなんですよ。帰りましょう、帰りましょう。すみません、ありがとうございました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 。2時ですよ、 DSP。 2時ですね、てっぺん超えましたね。2時ってどういうこと朝10時台に出発されてますからね。そうだ、普通明日休みだよね、はい、リハですから明日。ちょっと今日はたくさん喉を使われているので。いや、もうやばいですよ、休みます。休んでいただき、はい、おやすみなさい。
ことでですね、触っていければと思っていますが、当たっていきたい曲があればそのブロックごとにブロック投資をする前に申請してもらうという形でやれればと思っています。まずはその3曲に聞きたいんですが、なんか先に当たってきたり触ってきたりというのはございますでしょうか。ありがとうございます。今はですね、12月13日の14時32分です。うん、リハ中なんですけど、はい、疲労がね、はい、疲労ガーデンヒルズになってるから、ちょっとハニーをマヌカを、はい、ちょっと喉にベタ当てして、はい、舐めながらやってるんですけど、はい、マヌカハニー、うん、うん、もう一昨日のあの1日4本音楽番組収録、テレビ番組収録から、うん、さらにみっちゃんの指定人ラジオでかなり喉を酷使されたということで、昨日は一言も言葉を発されず。そうですよ、そこはほらちゃんと体調管理とかセルフコントロールができてないといけないから、これは人に言われてやるっていうか、自分の喉のコンディションとかコンディショニングしていく、体調整えていくっていうのは自分の感覚だから、はい、分かんないじゃん人はさ、うん、でいつも思うのは選手っていうのも、はい、やっぱそういう感じなんだろうなと思って、だから昨日は、もう一昨日がほら夜中2時まで収録やってたから。そうですね。で、正直も声もガラガラだったし、はい。で、なんかわかんないけど、この時期ってちょっと風邪っぽくなんない？喉乾燥して。ありますね。あれ？大丈夫かな？みたいな、はい、危うい感じがずっと続くじゃない。はい。なのでもうマスクして、昨日は一日中喉のケアをし、はい、でまあ今日もまあそうしてるんだけどね。マヌカハニーはよく食べられてますかね。いやいや、これは最近見かけますけど、舞台監督のなんやさんがくれたのよ。はい、でもこれ結構いいですよ。ああ、そうなんですね。このマヌカは、うん、俺んちだって蜂蜜が7、8種類あるよ。え、そうなんですか。うん、はい、で山木さんも蜂蜜くれて、はい、ドラムの山木さんも、はい、スズメバチが、はい、中に入ってるのよ。なんかない、出てくるでしょ。スズメバチってそう、この状態、毒が、あ、これですか、これ。3、4匹入ってたよ。何回もこう注いでいくうちに足とか触覚とか取れてくるのよ。それだけ聞くとすごくグロテスクな感じというか、下手者感ありますけど、でも味は全然美味しい、美味しいですね。まあもちろん毒は抜かれてるってことですよね。じゃあ毒出てんじゃない一緒に。でホメオパシー的なことだよ多分。ああ、毒を入れて。毒酒作りと同じですよ。俺の、はい、俺が一時期目指したあの、はい、手を。あれ言わなかったっけ、毒臭、毒をこう、そう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 、手に毒がついた手を作るっていうやつ、はい、あと5分後ぐらいにやりましょうか。はいはい、はい、そんなわけで、はい、ね、打ち合わせとかさ、合間も常にね喋ってるからもう喉気をつけないとね。そうですね、はい、じゃあ後で、はい、はい、ちょうど感謝祭に関してはサブタイトル、まあなんかやっぱあった方がいいかなとは思いながら、でまあツアーもそうなると思うんだけど、多分、はい、あの女子高生の流行語マンジって何なの。ああ、マジマンジですか。あれは何なの。あれ誰か芸人さんが言ってんの。いや、あれは自然派生的にそうなって、なんか元々いたらしいんですよ。それを使ったプリクラかなんかがあったらしくて、
LINE かな、インスタでもなんかマンジポーズみたいな、なんかそういうのがあって、あのクラスで流行るみたいな感じで SNS を介して全国に流行ってっていう。まあ使うとしたらマジマンジぐらいしかない思ってたんだけど、マンジの意味がいまいちわかんないですね。すごい広い意味だ、意味ないでしょ意味ない、ノリで使う言葉で、まんじとあとなんだっけ、うんごとかだっけ、うんごって大分に、うんごは今、うんごは流行語大賞に入ってなかった、うんごって違ったっけ、今年の流行語って結局何だったんだっけ、35億と忖度、まあそのあたりをふんだんに盛り込んだタイトルをでもまあ今年っぽい感じ、そうそう相当なやっつけ感に見える感じをあえてあのエンターテインメントするという、そのやっつけに見えるけどやっつけじゃないよっていう、でもやっつけに見えちゃうことがあの演出だみたいな、はい、こうそのものすごくこう苦しい言い訳をするっていうのが、まあ、いいかなと思ったんだけど合いそうですよね、あの毎年のあの長いタイトルの中に影穴でね言ってもらうその忙しすぎて忙しすぎて感謝祭のタイトルを考える時間がなくなっちゃったマジマンジみたいなでもそのあたりはライブの内容を見てもらえれば、感謝祭の本当に伝えたかったことっていうのはみんな忖度できるはずだよみたいな長すぎる35億、感謝祭のサブタイトルは入れられる場所があるとしたら、客入れのとこ、会場内しかない、会場内ね、うん、じゃあマジマンジと忖度と、はい、お疲れ様です、すごい素直だったじゃあ明日もよろしくお願いします、お疲れ様です。12月16日、今日も学長は福山冬の大感謝祭リハーサルである。おはようございます、おはようございます、本日もやっていきますが、まずはですね、サツホーンと、ストリングスものをまとめて練習させていただいて、その後にブロック同士やっていきます。すいません、あの今日も密着させていただこうと思いました。なんなの、ちょっと俺もこう朝つかの間の移動時間につかの間の休息を、はい、いただこうと思っていたのに、はい、何の用なのすいません、今週も1週間密着させていただきまして、うん、素材がまたパンパンになって、もういらないじゃんじゃあ締めトークだけちょっとやれたらなと思ってるんです。今回ですね、まだ曲が、曲どうしようかな、はい、どんなトークしてたっけ、まあいろいろ、ブラックって話してたじゃん、じゃあレッドツェッペリンでブラックドッグ、はい、じゃあまあエンディングかかってますけど、今日は全体リハの最終日なんですよ、はい、ねえ、まあ全体は今日で終わりなんだけど、僕は明日もやるよ、はい、一人でやることいっぱいあるから、いわゆる自主練的な、自主練っつうか、まあ一人のパートっつうかね、はい、一人でやるところ、はい、うん、まあ構成とかほらね、いつもなんかいろいろ考えながらリハーサルやってるから、歌だけにこう集中して練習できるっていう時間が実はなかなかなかったりするので、はい、
まあちょっとその最適化するっていう、はい、最終的にね、こう最適化できてんの DSP とかさ、はい、道玄坂とかさ、はい、自分の仕事や人生の最適化できてんの人生のストレージの管理、人生のストレージの管理ですよね、うん、よく本当パソコンで例えるんですけど、うん、その古いファイルがどんどん溜まっていってしまうじゃないですか、うん、でもそのファイルは大事なんでこう捨てられないけど、うん、こうハードディスクにも外にも移せずにこうずっとなんかパソコンなんか溜まっていってるものってやっぱあるんですけど、うん、人生においてやっぱ同じようなものが自分の中のにこう蓄積されてってる感っていうのは否めないですね。でその古いファイルって結局開けなくなるじゃん。開けなくなるんですよね、ほったらかしにしてると。はい、ということは人生の開けなくなったファイルを断捨離できないまま、ただ蓄積されていって、だからもう無意味じゃないですか、その開けなくなったファイルっていうのは。無意味ですね。そうだよね、はい、だそうなる前のストレージの管理、はい、キャッシュをリセットとか、はい、そういうのしない、極力するようにはしてるんですけど、うん、でもやっぱり何かがうまくいったとか、はい、めちゃくちゃ失敗したとか、会社をクビになったとか、事業がパターン倒産したとか、そういうことがないと、うん、実はあんまりいろんなことの整理整頓ってほったらかしになったままだよね。そう思いますね。どの段階で自分をこう、あ、これじゃダメだから変わんなきゃ変わろうっていう、自分で自分をアップデートするっていう、まあでも DSP はそれできてんじゃないの？僕ここ近年、そうですね、で僕の中でですね、そのタイミングってあったんですけど、うん、それはですね、あの2013年の前さんガリレオやの現場の時期だったんですけど、うん、福山さんから、お言葉をいただいたことがあったんですよ。もう何？まあ、僕その時で言うと多分2年目とかで、どっちかというと先輩の足をこう引っ張って移動中の助手席で必ず寝てた頃でしょ寝てましたね。ガクンガクン寝てたもんね。ガクン寝てましたね、うん、福山さんから、うん、その人が変わるポイントっていうのが、うん、やっぱ年齢の中にあるっていう話になったんですよ、うん、でそれは27歳だっていうおっしゃってたんですよ、うん、でちょうど僕その時27歳時だったん で、うん、でここで何か自分を一新できることがこう自分の中でできれば違う未来が待っていると思うし、やっぱそこが一つの人間のターニングポイントだと思ってるっていう話をいただいた。27って言ってた？おっしゃってました。33じゃなくて27って言ってました。あ、本当？はい、うん、まあ、もしかすると33っていうもう一つ、まあ、もう一個ね、ポイントが、それは、はい、それは次の管理職になるかならないかの分水嶺が33という、その私の独断と偏見による持論なんですけど、まあ、それはじゃあ次回。はい、はい、いやー、やっぱりね、そのこう言葉全然好きじゃないんだけど、はい、人作り革命、人生100年時代、言われなくても気づいてやってる人たちがやってたことを具現化したり可視化したりするっていうのが時代だと思うわけよ、うん、はい、本当は気づいてるやつもとっくの昔にやってるわけよ、学び直しとか、はい、でもそれをじゃあこうやっていきましょう、国作り人作りをっていうことを、まあ、具現化するのが政府だったり官僚だったりすると思うんですけど、はい、まあ、今回もまたそれですよね、人づくり改革、うん、はい、DSP 何歳だっけ？僕今31。まだね PL っていうかね、はい、
人生計画表では未来の方が多いじゃん。多いですね。でしょ？はい。だからまだ間違ってもいい。要は間違いからリカバーするときの方が大事なんだっていうのが、うん、DSP の世代の正論だと思うんだけど、はい、もうなるべく間違えたくないんだよね。もう残り少なくなってきたから。はい。正確なジャッジメントをしたいんだよね。はい。まあそれでも間違うんだけどさ。はい。DSP なんかもう移動中のこのスタジオに向かう時間にサクッとエンディング撮ろうと思ってたらもうまた長い話になったなと思ってどうしようと思ってると思うんだけど。いや全然僕思ってないですよ。で、そのラジオクラウドっていうのが始まるっていうのを聞いたんだけど、ご説明を DSP。 はい、ですね、まあ一言で言うとアプリなんですけれども、うん、あのラジオが聴けるアプリです。うん、で、ラジコと違うの？ラジコとはまだ違うんですけど、ラジオクラウドというアプリがありまして、うん、でそれをあのダウンロードしていただくと、今月からですね、地底人ラジオもそこで再放送が聞けるようになるという、すごいじゃん、はい、ことになりました。ラジオクラウドさんのご協力、すごいじゃん。ラジオクラウドさん、こんなちっぽけなラジオ局の深夜番組をラジオクラウドしてくれるの？そうなんです。クラウドでクラウドしてくれるの？クラウドしてくれます。なのであのリスナーの皆さんから以前よりこう声をいただいてた、タイムシフトで聞けるようにしてほしいっていうような声とか実現できるという。ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオクラウドさん、ありがとうございます。もうこのまあ、正直その地底人ラジオっていうのはもう、ほぼジャズの即興演奏のように何がどうなるかわからない、そのフリージャズインプロビゼーションじゃないですか。だから非常にその毎回毎回の作品性が高いんですよね。はい、あのノー台本だからね、基本的にね。ノー台本ですね。いつの間にか一言ちょっとここで、締めのコメントをいいですかって DSP がレコーダー持ってやってきて、締めのコメントを取る予定が DSP の人生について考えるみたいな話になっていくという、非常にその変化に富んだ有機的な番組だから、まあある意味いつ聞いても新鮮ちゃ新鮮なんだよね。確かにそうですね。決まりきったこう本切り型のトークや原稿通りに読んでるところがほぼないからね。そうですよね。だってあれじゃん、あの服のラジオだってまあ一応進行あるんだけど、今波さんがね、はい、作家の今波さん考えてきてくれててあるし、はい、まあ一応それ読むんだけども、はい、まあそれにしたってだいぶ脱線していくんだけど、うん、はい、地底人ラジオに至ってはもう何もないもんね。フリースタイルですよね、完全にね。だから非常にこうアートトーク、はい、トークアート、トークアート、うん、ものすごい自慢してるけど、ただ喋ってるだけなんですけども、でもそれがクラウドして聞いていただけると、はい、それは何、1回につき1週間ということで消えていくの？いえ、残ります。溜まっていくの？はい、ちゃんと過去のものも消えるようになります。じゃあラジオクラウドさん、今週っていうか、お番組またすぐから始まるんだね。ちょっと開くんですけど、じゃ人の手でアップするので、何分っていうのはまだちょっと言えないみたいなんですけど、はい、でも極力早く聞けるようになります。アプリはどこで落とすの？アプリは、iOS をお使いの方は App Store に行っていただければ大丈夫で、うん、で、Android をお使いの方は Google Play の方に行っていただければダウンロードできます。よろしくお願いします。さあ、そんな地底人ラジオ、今週はこの辺でいいのかな。今週もありがとうございました。お忙しい中、喉もフル稼働させてしまいまして。人生100年時代、はい、ね、じゃあ感謝祭のタイトルそれかな。人生、ちゃちゃ、人づくり改革、人生100年時代、学び直しってマジマンジ。
あれ思ったより受けたな。いや、あの、前半戦と後半戦に並んでるあの、ワードのコントラストが。雑なまとめ方した感じだよね。それでは、また来週まで。バイバイクー。バイバイセコー。地底人ラジオは、ダンロップの提供でお送りしました。